100万ある。これお前にやる。その代わり俺に付き合え。付き合うって何に？東京散歩。 福原愛一郎って言うんだ。町で岸辺行っとくに会うといいことあるって。来たー！東京の思い出の場所の半分はコインパーキングになってるからな。俺小さい頃に両親に捨てられたから。福原さんどうしたんですかね？ なんで歩いて霞ヶ関まで行くのか教えてください。正確に言うと目的は桜田門の警視庁。 自首するんだよ。シャバで食う最後の飯は何がいいかな。幸せは来ていることに気づかないほどじんわりやってくる。でも。 不幸はとてつもなくはっきりやってくる。一人ぼっちな男二人の心ほどけるとぼとぼストーリー。